はい、こんにちは、川野義彦です。今回は、パワービーツプロですね、ワイヤレスイヤホンのパワービーツプロのブラックを購入したので開封レビューをしたいと思います。僕は、ビッグカメラさんですね、ビッグカメラさんから、インターネットの経由で買いました。でこういう風になってますね。でこんな感じでパワービーツプロで、まあ、今はブラックしか発売してないみたいなんですけど、他にもアイボリーとか、ブラウンとかネイビーとか、そういったカラーバリエーションの、パワービーツプロも、今後発売されるということです。まあ、とりあえずブラックですね。じゃあ開けていきます。あ、こうか、こうでしたね。こっから開けるのかと思ったらこうやって開きます。なんか時計とか宝石とか入ってそうな箱ですね。これがこうで、おお、かわいい。結構ケースがでかいですね。 AirPods 第一世代ですね。第一世代はこれを僕は愛用してるんですけど、これに比べてかなりサイズ感もでかいです。では開けてみます。かなりいいですね。あ、もうすでに使えますね。これは電源が光ってますんで。L だからこっちか。そうそうそう、こういう感じ。こういう感じか。ああ、なるほど、なるほど。かなりフィットしますね。ああ、なるほど。まあ、こういう感じで。ああ、なるほど。あ、マグネットになってるから、かなりしまいやすいんですね。パッて、置いただけで、パッて入る感じ。あ、そして、ケースを閉めると、あれですね。ケースを閉めると充電されるんですね、これ。おー、すごい。結構充電が浸ってきたんで、ちょうど、このパワービーツプロを購入できてよかったです。まあ、かなり手触りもかなりツルツルして滑らかで。で、ここは、あれですけどね、USB-C かなの充電器、充電のケーブルの差し込み口があります。まあ、これから、iPhone とペアリングして、バンバン愛用していきたいと思います。まあ、どっちかっていうと、スポーツとか、ランニングとか、ウォーキングとか、まあ、そういった人向けですよね、ビーツっていうのは。まあ、この耳にかけるイヤーフックもあるんで、やっぱりこの激しい運動とか、または、まあ、移動したりとか、人にぶつかる何か、なんか接触があるような、そういう時は、やっぱり、エアポッツだと衝撃で落ちるかもしれないっていう、まあ、不安感もあると思うんで、その場合はこのパワービーツプロの方がかなり、使えるんじゃないかと思います。ではこれからガンガン使っていきたいと思います。はい、それでは、今回はパワービーツプロブラックの、レビュー開封レビューでした。それではまた、バイバイ。